はい、山田です。今日はね、ちょっと久しぶりに検証動画やっていこうと思います。っていうのは、先日ですね、ハイスペックカスタムセットねがすげえ安く売ってたんで、ネットオークションでねすぐ買っちゃいました。で、これについてくる、高速ギアが赤、で低速ギアが青なんですけど、ですね、まあギア比的にはミニ四駆でいうとこっちの方が、まあ赤ギアの方が速いんですけど、クラッシュギアでいうと青ギアの低速ギアの方が、なんか心なしかスピード出てるんじゃないかなって思ってちょっと動画撮ってるんですけど、で今日は何をするかというと、こちらの3種類ですね、標準、高速、低速、のスピード測定を行っていきたいと思います。でクラッシュギアのホイールだとちょっとグリップしないんで、ミニ四駆のタイヤね、履かしたこちらの特別仕様、シャーシは ZVT、で、ニュートラルで、モーターの方は、ハイパーダッシュ3ですねで統一していこうと思います。で一応グリスの方、標準のグリスをまあちょっと適量ね塗布してやっていこうと思います。じゃあまずね、オレンジ、これ今入ってるんでちょっとスピード測ってみたいと思いますと思ったら、スピードチェッカーに電池が入ってないよ。じゃあオレンジいきます。はい、オレンジの最高速度は16キロですね。意外と速いですね。じゃあ次赤にしましょうか。動画撮ってんだけど失礼しました。ちょっとね、お兄ちゃんが入ってきたんで、まあ気にせず交換しましょう。で赤と青のギアってかけやすいじゃないですか。なんでかけやすいかっていうと、このこのギアですね、見てください、この薄さ、この薄さが原因で摩耗していくんですね。だからまあ耐久性はオレンジギア一択ですね。
じゃあグリスちょっと適当に。だからこのギア延命させんだったらあれですね、グリス塗るのが一番かな。じゃあ赤の高速ギアいきます。これが一番回るはずです、ね、本当にそうかもしれないね。19キロ速いオレンジが16キロでしたね。じゃあ最後青ギア、はい、じゃあ測っていきましょう。それでは青ギアいきます。
はい、出ました。12キロですね。赤ギアと7キロの差がある。これだとちょっとギアセッティングちょっと見直した方がいいのかな。基本的にダッシュ系のギアにはパワーな青ギアつけてるんですけど、いやスピード出んだったら赤ギアもありかなって思いましたね。はい、ギアのセッティングね、ちょっと参考になったと思うんで、まあちょっとね役に立ててもらえればと思います。これ書いてあるのは正しいってことですね。私ちょっと信用してなかったんですけど、今まで。赤ギアはとにかくスピンとダッシュ速くしたいときに使う。で、青ギアが、パワーですね。が欲しいときに使うって考えですね。で、オレンジギアは中間ですね、その。というわけで、いかがだったでしょうか。まあね、ちょっと、あとはちょっとこのギアの摩耗の問題がね、あってね。まあ以上、山田でした。途中ちょっと失礼しました。